将棋かしら山小黒発電所中央自動車道をくぐる、小黒川天竜川へ合流する小黒川と三部川、小黒川は長野県伊那市を流れる川で、天竜川水系の一級河川。伊那市西部、基礎山無薬の将棋かしら山付近に橋を発する。東へと流れ、中央自動車道、長野県道146号南みのわ沢渡り線、JRE 田線。 国道153号をくぐり、天竜川へ合流。長さは 11.5km である。河川勾配が急な急流河川で、上流は岩層が多く、洪水の時でも土砂の流出は少ない。河川流量は常時4.02立方メートル毎秒で、気温最大流量は101.0リッター、片メートル毎秒である。中央自動車道の橋より、西は、 小黒川に沿って、長野県道202号稲駒間竹線が敷かれ、上流の小黒川渓谷キャンプ場や、小黒川を利用した中部電力の水力発電所、小黒発電所へと続いている。電力会社の中部電力は、小黒川を利用した水力発電所、小黒発電所を運営している。明治時代に開業した電力会社、長野電灯は、長野市から、 長野県内に広く電気事業を拡大してゆき、1900年には稲詩社を設置して稲谷へと進出した。当時の上稲組稲町では地元有志によって町営の水力発電と配電事業が計画されており、これと長野電灯の開発計画が競合。両社間での協議の末、長野電灯が地元有志から開発権利を買収して開発を進めることとなった。 小黒発電所は1913年に完成し、発生した電力は、稲町とその近隣の村に供給され、伝統の明かりを灯すのに使われた。当時の小黒発電所は、日本製の 250kV アンペア直流発電機に、ドイツ製の発電用水車を組み合わせた水車発電機1台が設置されていた。小黒川が、細沢と合流する地点に席を作り、 水路で発電所直上の水槽に送水。そこから、長さ410メートル、内径53センチメートルの水圧管路で、発電所までの落差226メートルを駆け降りる。1915年、小黒発電所は、いな電車軌道によって買収され、1916年からは、小黒発電所の電力が、同社の電気鉄道にも供給されるようになった。 小黒発電所の供給力を強化するため、取水口を50メートル上流に移し、新たに容量6996立方メートルの貯水池を設置。発電機も2台に増やした。1922年になると発電機が3台に増やされ、発電所直上の水槽も高さ10メートル、直径4メートルの鉄製円筒に更新されている。 1942年の配電統制により、小黒発電所は稲谷の配電事業と共に中部配電に移管。1951年には中部電力が設立され、1956年に発電所の使用機器が取り替えられて現在に至る。ありがとうございます。